サッカーブラジル代表のアデノール・レオナルド・バッチ監督が窮地に陥っている。コパアメリカでの優勝後、5回の A マッチでブラジル代表チームの成績は2敗3分けを記録中だ。韓国代表との親善試合を控えたバッチ監督は、絶対に結果が必要だと覚悟を明かした。サッカーブラジル代表チームは来る19日午後10時30分。 アラブ首長国連邦アブダビにて、パウロ・ベント監督率いる韓国代表と親善試合を行う。この試合を前に行われた公式会見でバッチ監督は、韓国代表の戦力について、攻撃は孫ミンがメインプレイヤーだ。アルゼンチンがメッシを中心に攻撃しているように、韓国は孫ミンを中心に試合を展開しているとした上で、 韓国がドイツを破ったことは知っている。我々は、韓国を尊敬している。孫ミンのみならず、チーム全体を尊敬していると伝えた。